え、ちょっと待って、動いとるんやけど。うわー、うわー、やばい、さよなら。うわー、集まってきた。今日は珍しく喉の調子がいいですね。うわタッパーの中に何やら変な物体が入ってます。ちょっと待って、動いとるんやけど。うわ、何やら怪しげな物体がうごめいてます。何この生命体。はい、これはユムシという生命体です。ユムシはミミズやヒルと同じ関係動物門というグループに属しています。浅い海の砂地や泥底に穴を掘って生息して、砂や泥の中に混ざっている有機物を食べています。ユムシの体は絶えず脈動しているので、なんか柔らかそうに見えますが、触ると硬くなります。うわすごい、めっちゃ粘液で取る。粘液がやばい。表面はドロドロの粘液に覆われています。生き物の粘液というのは、ヌメって捕食者から逃れる効果があると同時に、ウイルスや細菌などの病原体から自分の体を守るバリアーの役割を果たしています。ところで皆さん、ユムシはどっちが頭でどっちが口か分かりますか？こちら側が頭で、ここが口です。口の部分の穴はちょっと斜めに切れてます。そしてお尻側には毛が生えています。なんか持つと縮んでしまってね、一見どっちが頭でどっちがお尻か分かんなくなるんですけれども、毛が生えている方がお尻です。ユムシは見た目と動きが相まって、何やら不気味な感じがしますが、なんと人間が食べることもできます。北海道とか韓国とか中国では食用になってます。刺身でも食えるらしいんですよ。人間が刺身で食えるレベルのものですから、当然お魚さんも喜んで食べるので、釣り餌として使われています。このユムシたちは釣り餌としてヤフーショッピングで購入したものです。ユムシって皮が分厚くて頑丈なので、餌持ちがいいんですよ。フグやベラなどの餌取りに強いんです。なので釣り餌としては結構いいお値段がします。1匹50円とか100円とかね、お高いんですよ。人間が食べることもできる高級釣り餌のユムシをこちらのゴキブリたちに与えていく。これはオレンジヘッドローチという肉食性のゴキブリです。この肉食ゴキブリたちは食欲がやばくてめっちゃ食べるんですよね。繁殖力もやばくてね、こうやって土をからくるとちっちゃい幼虫ちゃんがいっぱい生まれてきてるんですよ。この肉食ゴキブリのメスはお腹の中で卵を孵化させて子供を産みます。なので知らないちっちゃい幼虫がどんどん増えてくるんですよ。恐ろしいですね。昨日おとといと外出していたので、この子たちにご飯をあげられていません。なのでこの子たちは今とっても腹ペコです。ほら、触覚フリフリして舌の匂いを探ってます。飼育ケースの近くにユムシが置いてあるものですから、めちゃくちゃ反応してます。どいつをゴキちゃんたちにあげようかな。一番生きのいいやつにしよう。元気よく脈打ったこの子にしよう。おー、なんか水を出しました。今から餌になるわけですから、恐怖のあまり漏らしてしまったようです。さあゴキちゃんたち、ご飯でちゅよ。お、反応しとる反応しとる反応しとる。欲しそうにしとるな。与える前にキッチンペーパーで粘液をしっかり拭き取ってあげましょう。じゃあ落としますよ。さよなら。うわー、集まってきた。早速かじってます。うわ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 。ごめんね、君下敷きにしちゃったね。みんな集まってきました。すごい食いつきだ。おお、お漏らしした。これ恐怖で漏らしてるってわけじゃなくて、中に水が詰まってるんで、開発がかかるとピューって水が吹き出しちゃうんでしょうね。幼虫ちゃんたちも食べていいよ。ユムシちゃんだよ。大人の陰に幼虫ちゃんたちが集まってきてます。あ、幼虫ちゃんもかじりついとる。お腹空いてたんだね。ごめんね、育ち盛りやのに。大人たちがなんかユムシから離れたところでなんかやっとるぞ。これってもしかしてユムシが漏らした水を飲んどる。喉乾いとったんだ。ごめんね。ユムシいっぱいいるんで、小ぶりのやつをもう一匹あげてみよう。ほら、もう一匹追加だぞ。おお、かじりついとるかじりついとる。わあ、ユムシが抵抗しとる。食べられたくないんだね。成虫がユムシに噛みついてます。いつの間にかめっちゃ幼虫ちゃんが集まってきてます。ユムシの下に潜り込もうとしとる。幼虫ちゃんは肉の下に潜り込んで裏側からかじる癖があるんですよ。目を離してる隙に最初に入れたやつがだいぶ縮みました。ああ、なるほどね、中身が抜けてそれで縮んだんだ。ああ、ごめんね幼虫ちゃんたち、返すね。こっちは手つけられてませんね。やっぱり皮が硬いんかな。でもあれ噛み傷やんな。ちゃんと食べとるってことよな。っていうか幼虫も結構大きくなってきとるね。最初の方に生まれた幼虫ちゃんでしょう。こんなに大きくなってママ嬉しいわ。1時間ぐらい置いてみましたが、やっぱりこっち食いつきが悪いです。最初に入れたやつの方が圧倒的に食いつきがいいです。そしてこっちにゴキブリが集中しています。なるほどね、こっちに傷があるんだ。なんか傷口を作ってあげると速攻取っかかりにしてかじり出すわけね。じゃあこっちにも傷口を作ってあげましょう。やばい、めっちゃ黒い汁出た。グロッ。中から泥のような黒いものが飛び出しました。そしてこれは内臓ですね。これをえいっ。
ピカーン。うわー、湯虫の中はこんな風になってるんですね。これが消化管だな。何これ、こっちお尻なんで、これうんちでしょうか。内臓は頭側にわちゃわちゃ詰まってるんですね。でも臓器は消化器官ぐらいかな。結構シンプルな構造なんですね。湯虫の外皮はゴワゴワしてちょっと硬いんですが、内側は割と柔らかめです。内側なら噛みつけるんじゃないかな。生き物の皮っていうのは外側は頑丈にできてるものです。物理的なダメージを受けますから当然ですよね。で、内側は物理的なダメージを被ることがないので柔らかい、つまり噛みつきやすくなってるってことです。皮っていうかね、この内側筋肉だと思いますけどね。これを細かく切ると、韓国では刺身にしますからね。これを一切れもらおう。これチューブわさびで一番美味しいやつ。長野県のスーパー行くとこれが売ってるんですよ。長野県はこんな美味しいわさびがスーパーで売ってるんですよ。素晴らしいところですね。醤油をちょっと垂らして、箸取りに行くのめんどくさいんで手近にあったピンセットで食べちゃいます。いただきます。コリコリしてうまいじゃん。このコリコリ具合から察するに、内側のこの層は筋肉ですね。普通にコリコリして美味しいよ。なんか粒貝みたい。私わさびが大好きで、わさびにはうるさいんですけども、そんな私がスーパーのわさびで一番美味しいと思ってるのがこれ。長野県はデリシアっていうスーパーがいっぱいあるんですけど、デリシア行ったら鮮魚コーナーのお刺身とか置いてあるところに売ってます。こないだ行った時は最初入ったデリシアで売り切れてたんで、デリシアはしごしましたからね。はしごしてまで欲しいレベルの素晴らしいわさび。ちなみにこれ案件じゃありませんよ。株式会社丸井様、信州安曇野おろし生わさびの案件お待ちしてます。チューブから絞り出すとすごくふわふわでベチャベチャしてないんで、粒がちょっと大きめなんで食感もありますし香りも豊かなんですよ。ついついわさびについて熱弁してしまいましたが、その間湯虫を細かく切り刻んでおきましたので、この細かく切り刻んだ湯虫ちゃんをゴキちゃんに与えます。ほら、細かく切り刻んであったぞ。切り刻んだ本体じゃなくて内臓食っとるこいつ。湯虫の切り身をかじってます。美味しいか。内側はかじりやすいでしょ。じゃあまだ原型を保ってますね。見てください、お尻の毛がピンと張ってます。お尻の毛が乾燥してきて何やら金色に輝いてます。金色の血毛。ではこの状態でしばらく放置。30分ぐらい経ちました。もし見ない間に切り刻まれた湯虫は食い荒らされてます。切り刻んでない方はまだ原型を保っていますが、あーの傷口やばいね。あそこからかじられとるな。っていうかよく考えたら、さっきゴキブリの中に落とした湯虫を一回拾って、まあ一応洗ったけども、それを食べたんやよな俺。ゴキブリの食べ残し食べるとかなかなか屈辱やな。せっかくなんでうなぎにも湯虫あげましょう。これはうちで飼ってる大うなぎのキモスイちゃんですね。キモピー、ほら、キモピー、ご飯だよ、キモピー。キモピー、ご飯。お、食べる。お、食べた。噛みついた、キモピー。そう、噛みついたんやけどな。湯虫、でかすぎるか。興味を示しとるな。興味は示すけども、ちょっとでかすぎて噛みつけんのかな。キモピー、あんま大きいもん食わんからな。これで食えるだろ。キモピー、警戒モード入ってますね。さらに細かく刻んであげました。これで食べられるでしょう。ほら、欲しそうに見上げとる。ほら、キモピー、餌だぞ。しばらく目離しとったら、湯虫のかけらえらい減っとるやん。キモピー警戒してましたけど、結局湯虫食べてくれましたね。美味しかった。肉食ゴキブリの方も細切れにした湯虫がほとんどなくなってます。生臭い匂いがしてきました。っていうか湯虫の傷口がさらに広がっております。肉食ゴキブリの習性として、傷口ができたらそこを取っかかりにどんどん食い進んでいくんですよね。せっかくなんでキモピーの食べ残しあげます。長時間淡水に入れといたものですから、皮がふやけて柔らかくなってます。食らいついてますね。キモピーの食べ残し美味しいか。引きで仲良くキモピーの食べ残しを食べてます。あれは皮の裏側だな。筋肉の部分をかじっとる。やっぱ皮じゃなくて肉が好きなんですね。こいつ裏側どうなっとるんだろう。うわっ、うわ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 、いっぱい幼虫おった。幼虫がやっぱ取り付いとった。この中も幼虫おるんじゃねえの。あ、でも中に汁があるからまだ入ってけんのか。うわー内臓出てきた。えぐ、こう内臓ちょっと出しといたった方がいいんじゃないか。内臓出しといたった方が幼虫ちゃんたち食べられるでしょ。内臓ほら寄ってきた。幼虫ちゃんが内臓かじりに来た。ちっちゃい幼虫ちゃんが一生懸命内臓かじっとるよ。かわいいでちゅねー。一晩経ちました。湯虫はどうなったでしょうか。あらびとる。うわ、でも中に幼虫入っとる。湯虫の皮に開いた傷口から中に幼虫ちゃんが侵入しております。裏側は穴開いてなさそう。ここから幼虫ちゃんが侵入してどんどん中を食い荒らしていくでしょう。湯虫本体は干からびても、お尻の毛は金色に光り輝いています。金の血毛。細切れにしたやつは完全になくなっちゃいました。全部食い尽くされたな。やっぱり肉食ゴキブリは皮が苦手なんだ。魚のアラとかあげても皮は残すんですよ。かじってどっか一箇所取っかかりを作ると、そっから中身食べちゃうんです。
ちょっと弱みや隙を見せるとすぐつけ込んでくるんですよ。人間社会みたいですね。世知辛いわ。細切れにしたやつは大人たちがほとんど食べてしまって幼虫ちゃんたちに餌が行き渡っていないと思いますので、真っ二つに割ったやつをあげます。真っ二つに割っておいてあげたら、この断面から幼虫ちゃんたちが奥に潜り込んで内側の筋肉を食べることができますからね。幼虫ちゃんたちは隅っこの方に行く習性があるので、隅っこの方に置いといてあげよう。ユムシの下の土がうごめいてます。幼虫ちゃんたちがユムシの匂いに反応して寄ってきてるんです。こっちの傍りにも幼虫ちゃんたちが集まってきました。大人も来ちゃいました。大人ははみ出した内臓を食べてます。やっぱ柔らかいとこから行くんですね。内臓にも幼虫ちゃんがたかってきました。内臓がなくなったらそのまんま中に潜り込んできそうだな。しばらくそっとしておきます。さらに1日経過しました。どうなったでしょうか。これは最初に入れたやつだな。もう完全に干からびとる。こっちが割って入れたやつだな。側面に穴開けられとる。これ幼虫ちゃんたちがみんなで頑張って開けたんだ。偉いねっちゅね、幼虫ちゃんたち。うわっ、この幼虫ちゃんめっちゃでかくなっとるやん。ユムシをあげたおかげでしょうか。ていうかもう半分よ。もう半分どこ。うわ、もう半分カチカチに干からびとる。こっちはあんまり食い荒らされてないな。中に入ってないか。意外と入ってないね。干からびてしまったやつは食いつきが悪くなるんですけれども、それでも1週間とか10日とか置いとくと、この子たちが跡形もなく食い荒らしてたりとかするんでね、このまま放置しましょう。高橋さんパーカー発売中でちゅ。